はい、皆さんこんにちは。今回はですね、モンスターハンターストーリーズスイッチ版の方ですね、こちらをカプコンさんの方から先行プレイさせていただけるということで、なんとモンスターハンターストーリーズまだ未発売のやつがこのようにね、今手元にある状態になっております。一応このゲームのね、世界観的なものを説明しておくと、モンスターハンターの世界っていうのはモンスターと、まあ、人間がうまく共存していくための、まあ、一つの形として、人間側はねモンスターに対抗する手段としてハンターというものを一般的に普及させていて、まあ別に、王国とかそれ以外のこともやってるところもあるんですけど、自分たちが接してるっていうのはモンスターハンターっていう職業なんですね。でこれでモンスターを必要に応じて狩ることによって、討伐することによってモンスターとの、まあ、ある意味の共存をしているっていう形になってくるんですけど、今回の舞台であるモンスターハンターストーリーズっていうのは、まあ何かっていうと、今回の白夢村とかはちょっと特殊な例ではあるんですけど、共存の一つの形としてモンスターを討伐するんじゃなくて絆を結ぶっていう形でモンスターとの共存を図っているっていう、まあ、独自の発展を遂げてきた村とか、まあ、文化、モンスターライダーっていう文化っていうところで、モンハンの世界の中から新しい目線で切り込んで、まあ、モンスターハンターの世界を深めていこうっていう、そういった形のね、まあ、見方ができるゲームとなってます。だから普段モンスターハンターっていうところのハンターの目線からじゃ全然見られないような話とかがあったりして、モンハン好きにとってはかなりたまらないものなんじゃないかなと思っているんで、ぜひねこのタイミングでやっていただければなと。一応時系列ではないんですけど、発売順としてはモンハン4の後、つまりモンスターハンタークロスとはあのあたりに発売された作品になっていて、効果音や表示といったシステム面にモンスターハンター4で一新されたものが使われていたり、黒の狂気が恐竜化極限化をオマージュしたような見た目、オープニングのティガレックスに追いかけられるシーンがモンスターハンター4のものに似ていたりと、随所にモンハン4を彷彿とさせる要素が出てくるのも特徴ですね。さて今回のストーリーズ移植版の目玉の一つである高画質とフルボイスについて見てみましょう。こういったアイコンや野菜などがかなり細かく見えるようになっていて綺麗だと思いますね。あれですね、ここら辺のクエストボードとかもめちゃめちゃ綺麗になってますよね。当時もっとぼやけてたと思うんだよな。ここ森の奥へ入ったら3人揃ってお仕置き、すごいマジでフルボイスだよ。ダン先輩までフルボイスだ。すげえ、このために全部収録してんだもんな。とんでもない。あ綺麗だ、綺麗になってるこの辺りのムービーが。ここねやっぱゴアマガラを彷彿とさせる感じなんですよね。出たー、ナルガの毛がめっちゃ綺麗なんよね確か。そう、すげえいいムービーなんだよな、この技術的にというか。うわー、めっちゃ綺麗なんだよナルガクルが。すげえ綺麗なんだよこれ。いやかっこいい、この煙まとってる時のね、ナルガクルがマジでかっこいいんだよな。その生き物の命をいただいてわしらは暮らしているのじゃ。結構ストーリーズってこういうモンハンというよりはこの世界、まあその現実世界も含めてそういう自然の摂理みたいなのを教えとかがいろいろあるみたいな感じのゲームですね。命のあり方みたいなのとか、これだけはやっちゃいけないねみたいなのを結構教えとして解いてくれるゲームだと思ってます。まあ、そこがねよりこうモンハンの世界に深みを持たせてくれるというか、そういうイメージのゲームですね。この白夢村はこうやってその外界に触れることなく発展してきた、だからライダーという存在が外に知れ渡ることが今までなかった、こういうちゃんとしたその本家モンハンとの辻褄合わせがしっかりできてるのもこのストーリーズのいいとこだなと思います。わしらはモンスターと寄り添い生きてきた、そうモンスターと寄り添い生きてきたっていうのが独自の発展なんですよね。ハンターたちとかを頼ってる人間からするとやっぱどうしてもモンスターと手を組んでるっていう風に見えちゃうから、やっぱ外に出ちゃいけないっていう掟があったんでしょうね。ここら辺は今回モンスターハンターストーリーズスイッチ版以降ではミュージアムというこのゲームに関する設定資料やサウンドが閲覧できるモードが追加されています。ではまずはイラストから見ていきましょう。はい、デザイン側はこんな感じでですね、
本当に細かい設定資料がめちゃめちゃな数置いてあります。すごいですね。コメント付きのところもあって、ゲームでは背面から見ることも多いので、フードのところにね、後ろから見ると顔があるデザインになってる。まあもしかしたらこれを他のモンスターから襲われないために後ろに顔をつけてる、威嚇してるとか、そういう設定があんのかもしれないとかね、そういうのを感じさせるようなデザインになってる。面白いですよね。でこれね、このコメント、ハンターの世界ではライダーは知られていない存在なのでっていうところ、これがねやっぱ深いなと。ここでモンスターハンターっていう世界の中で誰にも今まで知られることなく生きてきたライダーという存在、モンスターと共存を選んだ人たちの物語っていうのがね、もうこのゲームを別視点から見るっていういいきっかけになったっていうのもあるし、やっぱどうしても物語を進めるとモンハンの世界なんてハンターっていうのも絶対出てくるわけですよ。でそのハンターとどういう意見交換をするのか、ハンターはライダーを見てどう思うのか、そういったところもねこのゲームの魅力だなと思ってます。でこれコメントを消して拡大縮小することもできるんですけど、グイーンってやって、ね、めちゃめちゃでかくできるんですよ。フードを脱いだ状態とかってちゃんとこう見えるようになりますよね。拡大前提で作られてるから、もうそもそもこの画質もかなりでかいし、拡大前提で作られてるからこそめちゃめちゃ文章あるイラストとかね、さっき見てたらあったりもしたんで、ちょっと次のイラスト行ってみましょう。うわー、これすごいな。これわかりますか、これ。わあ、これ綺麗だな。これ小紅峠の桜のとこなんですけど、これは綺麗だな。これが設定資料にねあったっていうのがすごいですね。まあこんな感じで作ってくれっていうラフデザインというか、あの最初に作る時のイラストなんでしょうけど、これケルビの草をはんでる感じとかも、桜のこの花びらみたいなのが一個一個ちゃんとこうやって細かく彩色されてて、すごい綺麗です、これ。はい、次ね、こちらのイラストです。これ詳しくは言えないんですけど、これちょっとね、まあ見る人が見たら、え、もしかしてあの母性じゃないみたいなイラストがあるんですよ、ここに。このゲーム結構メッセージ性があって、でも本当に本人が考えてたかどうか分かんないです。当時シナリオライターがそれを考えてたのか分かんないですけど、見る人が見たらこれなんじゃねっていうやばいモンスターたちがいるんですよ。これね、アプトノスが最初期のもので、そこからバージョンが上がっていくにつれ、高速具も技術的に洗練というか装飾性が強くなっていますと。博士も相当自信があったんではないでしょうか。これねー、やーばいよ。俺初めて見た時はマジこのモンスターはびっくりした。え、あれじゃんなった。いやでもやっぱ結局こういうことが開発されたっていう状況の裏にはね、やっぱり何だかんだその事情もやっぱ絶対あると思うんですよ。そこがやっぱそのこのゲームの深みだなと思っていて、結局その今でも例えばですけど、カムラの里とか火の国みたいなところが危機に瀕してたりするわけじゃないですか。だからそれを打開しようとするために、やっぱどうしてもやむを得ずこういうものを開発する必要があったんじゃないかっていうところをやっぱ考えるとね、国を滅ぼされるかもしれない、何回も危機に瀕したとか、そういう背景を考えると、やっぱこういう考え方っていうのも一概にね否定はできないっていう風に思っちゃうんですよね。まあ今回はね大丈夫でしたけど、こういう鎧をつけるみたいなのとかは、まあ起こりうる話というか、ありうる世界線だったのかなと。自分はもう本当この話があってから、このストーリーズというものがすごい好きになったんで、ぜひねどういったストーリーになるのかっていうのをぜひちょっと考えていただければな、というか見ていただければなと思います。これやっぱ絶対出ると思うんですけど、有名なねボスモンスターイコールドラゴンなんたらっていうのがいるんですけど、まあちょっと名前はぼかして言いますね。これを多分そのものとしては出してないけど、まあちょっと似たようなその雰囲気を感じるものとして、ストーリー中ぜひねどういうものかっていうのを見ていただければと思います。本当にもう一押し、このサブストーリーがあったから自分はもうこのゲームがもう一押し、最後の一押しになったと言っても過言ではない。もう本当にね、高速具がついたモンスターがマジで魅力的です。もう自分の中で、俺の中で本当に魅力的なモンスター群で、すごいいいんですよ。このゲームでやってはいけないこと、そしてまあそのモンスターと共存するということ、このあたりをがっつり踏み込んでくれるねストーリーになってるんで、ぜひね買っていただければなと思います。本当もうこういったイラストばっかり載ってるんですからね。ぜひこのイラストモードっていうのは
製品版買ってぜひ見てほしいんですけど、すごいぞこれ、もうこんなばっかり、もうファンだったらマジですげえって言いたくなるようなイラストばっかり載ってて、これすごいです本当に。ではね、気になるサウンドの方も聞いていきましょう。今回の BGM をいくつか聞きながら語らせてもらうんですけど、まずこの波打ち際の小競り合いっていうタイトル側ね、分かっていただけると思うんですけれども、大体どこかっていうのは、いやこの BGM かなり好きでですね、だから結構やっぱモンスターハンターストーリーズってやっぱどうしても RPG に合わせたような曲調っていうのがすごい多いイメージなんですよね。その中でも砂漠のステージとかはマジでも、まあ、まさにモンハンだみたいな BGM だったり、ちょっと前に言ったと思うんですけど、モンスターハンター4の後の作品なんですね。この BGM とかにもそういうエッセンスが入ってて、モンハン4らしい楽器とかモンハン4らしい曲調っていうのがやっぱ結構ね見られるんですよ。でそこがそのこのゲームにおいて BGM という面でぜひ聞いてもらいたいなと思うところなんですね。サウンドとかの、このコメントとかにもね楽しんでいただきながら、まあ、このゲームやっていただければなと思います。本当サントラみたいになってるんで、今回気に入った部分は本当何回でも聞き直せると思うんで、本当もう何回も何回も聞いていただいて、ぜひモンスターハンターストーリーズっていうところの世界観にのめり込んでいただければなと思うんですよね。迫り来たる狂気ね、わかりますかね、この曲調が曲にゴマガレに使われてる楽器というか、ナルガクルアとかも似たような音はするんですけど、まあ、とにかくそんな感じで、あ、4の後なんだなっていうのがね、ぜひ伝わればいいかなと思います。まあ、これだけじゃなくいろんなところで、ね、使われてるんで、やっぱ黒の狂気ってどうしてもその当時の考えで言えば獰猛化、そして恐竜化に非常に近いものがあって、あの煙がブワーって出てるのとかはまさに極限化じゃないですか。極限化セルリギオスとかがムービーとかで放ってたあのモヤなんで、まあ多分そういう意味も込めて黒の狂気っていうのはゴアマガラの、ね、テーマみたいな音が入ってんのかなと、まあ、考えたりもしてるんですけど、まあ、ちょっとそこはね、本当かどうかわからないんですけどもね。あと最後に一応ちょっと BGM 語りで一つ言わせてもらうと、英雄の証ストーリーズバージョンっていうのがあって、今までのモンハンとはまた別にストーリーズバージョンの英雄の証が新録されてるんですね。でこれは 3DS の時とは変わんなくて、ストーリーズ用に新しく作られてるっていう話なんですけど、結構ね雰囲気がやっぱ4以前というか、割と今のモンハンワールドとかライズとかのイメージ、この結構アレンジされてる感じじゃなくて、どちらかというとストーリーズってこの原初のモンハンの英雄の証に近いような感じになってます。4のちょっとこう軽快さ、人間をこう湧き立たせるような軽快さがあるっていうところに、さらに新規のアレンジを加えてできているのがモンスターハンターストーリーズバージョンの英雄の証だなと思うんですけども、非常に良いですね。やっぱここら辺もこうなんか、あ、こいつもやっぱモンハンなんだなって思わせてくれるような感じになってるし、ストーリーズのストーリー自体がかなりこう繊細な感じになっているので、まあ、やっぱそこを反映してなのか、こうちょっと落ち着いた曲調が一度挟まれたりしていて、英雄の歌詞自体も聞き応えのある BGM になっているので、ぜひちょっとね聞いていただければなと思うんですけれども、というわけでね、イラストとサウンド紹介させていただきましたけど、こんなにですよ、イラスト200点以上の開発資料が入って、でさらにサウンド、こちらも見る限りイベントシーンとかの BGM も入ってるんで、もうほぼサントラなんですよこれ。でイラスト開発資料が丸々入って200点ね、サントラがほぼ丸々入ってこれで3000円ですよ。この俺らみたいなモンハンが知りたくて知りたくてしょうがない人はめちゃめちゃ安いと思う。でやっぱちょっとネタバレになっちゃうんで、全て言えないところとかもあって、まあ、そういうところをね、やっぱ探してたりするところとかはちょっと省かせていただいたんですけど、ぜひ興味がある方はストーリーズスイッチ版以降の新設されたねモンスターハンターストーリーズを新しく買って、ぜひ、ね、こういう膨大なモンハンの世界観に触れていただければなと思います。